エキップアサダは2006年に発足した日本のサイクルロードレースチームツールドフランスに日本のチームとして出場することを目指し日本初の独立プロチームとして結成された。本校では運営体制などが異なるものの前身といえるチーム版サイクリングについても扱う。アサダ県が監督と運営会社株式会社シクリズムジャポンの代表取締役を務める。 エキップアサダという名称は、スポンサー決定前の歌唱として扱われたが、スポンサー決定後もアサダが率いるチームのツールド、フランス出場プロジェクトの名称であり、以前から堅持してきた普遍のビジョンを指す故障であると、説明される。エキップはフランス語でチーム、仲間を意味する。2009年シーズンは、UCI コンチネンタルチーム登録の勢、e、埋めた本舗。 グラファイトデザインとして活動した。UCI 登録名は、イケメータン本舗、グラファイトデザイン、UCI コードは、イケ。2009年11月16日、資金難を理由に2010年シーズンの UCI 登録を見送ることを発表した。チーム自体は解散せず、2011年のプロチーム登録を目指して、スポンサー獲得活動と、 指定強化選手の支援を行っている。その後2011年にチーム活動を再開することを明らかにしたものの、スポンサー獲得が難航したために再開には至らず、2011年4月時点では、株組織の U-23 チーム、エカーズのみが活動を継続していた。2013年からは、浅田の古巣である、チームブリジストンアンカーの U-23 チームを、 事実上吸収した上で U-23 の選抜チーム EQU-23 を新設。従来のイコーズは同チームの下部組織として活動する形に改められた。近年は共産メーカーと各種製品の共同開発に取り組んでおり、2009年には埋めた本舗と自転車選手向けサプリメントスーパーアスリートシリーズを共同開発したほか、 2010年にはパイオニアとペダリングモニターサイクルコンピュータを共同開発した。チーム版サイクリングは2006年2月、従来の実業団、メーカーを抱えチームから脱却し、監督、選手が自主的に結成した日本自転車競技開発の独立プロチームとして発足した。株式会社一万が運営に当たった。浅田健が監督を務め、一万の取締役も、 兼任した。選手は、福島新一、福島幸治、水谷正弘宮沢隆清水宮城、井上和夫、新城幸也、佐野淳也、田中里氏が所属。元、チームブリジストンアンカーのメンバーが、同チームから分離独立する形になった。UCI コンチネンタルチーム。UCI 登録名は、サイクルレーシングチーム版。UCI コードは VAN。 ヤフージャパンがスポンサーとなり、チームヤフージャパンへの解消が予定されていたが、スポンサー契約の正式発表が5月と予定よりずれ込み、解消は実施されなかった。このため当初は、歌唱として扱われていたチーム版のまま活動を続けた。シーズン中の9月に、翌シーズンのスポンサーが未決定であることと、財政難に直面していることが明らかになった。 シーズン終了後の11月に、スポンサー獲得ができず2006年限りで、チーム版としての活動を停止することになった。チーム版としての活動継続断念を受けて、ほぼ同じメンバーによる、チーム、エキップアサダとして、翌シーズンへの準備を進めることとなった。2006年12月、ファンによる、経済的支援を目的とした、エキップアサダ講演会が発足した。同月、 別の自転車ロードレースチーム、チームニッポを所有するニッポコーポレーションと梅肉エキスを使用した健康食品を製造販売する梅タン本舗がメインスポンサーとなることが決まった。これにより従来のチームニッポが2つに分かれヨーロッパを主な活動地域とする一方がエキップアサダに合流した。監督としてはチームニッポのダイモンヒロシが選手としては 新人、中島康春が加わり、日歩コーポレーション、梅丹本舗、エキップアサ田の形が出来上がった。日歩梅丹あるいは梅丹と略された。シーズン途中から、プラジャックマハオンが加わった。UCI 登録名は、日歩コーポレーション名丹本舗 CEO、リミテッドアサ田、UCI コードは日歩。2007年12月、梅丹本舗が、スポンサー契約を続け、 ゴルフシャフトメーカーであるグラファイトデザインを新たにスポンサーに迎えて同社から自転車の供給を受け UCI 登録名を梅田本舗 GDR とすることが発表された。またマスダ功、四里、菊池正明、大谷幸が加入した。一方、マリウス・ビズヤック、井上和夫、清水義行、佐野淳也がチーム日報エンデカに移る。この日報エンデカは 2007年の日歩梅丹に監督として名を連ねた大門博士が率い、日歩コーポレーションが支援する三リの登録のコンチネンタルチームである。梅丹本舗 GDR と日歩エンデカはスタッフの共有などの協力体制を続けるという。ありがとうございます。